はい今回は、えー、ジュセリーノの日本に関する、まあ、予言ということで、えー、こちらを、えー、お話していきたいと思います、えー、ジョセリーノ・ルスという、えー、方ですね、まあ、予言者なんですけど、まあ、リスナーさんもこの方、えー、ご存知でいらっしゃいますでしょうか、えー、あまりわからないということであれば、まあ、どのような方であるかということと、まあ、どういったことを、まあ、予言しているのかという、まあ、そういった話を、ねえー、お伝えさせていただきたいと思うので。 今回もよろししくお願い,いたします、まあ、ちょっと1つお詫びということで、えー、この方ですね、えー、少し前ね2022年の7月17日に台湾でまあ揺れるんじゃないかっていう予言をしたんですが、まあ、外れたんですよで僕もちょっとそれこれがもしかしたら当たるんじゃないかっていうことをね、えー、お伝えさせていただいたんですがまあ、外れたっていうことで、えー、まあ良かったんですよね、えー、揺れなかったんでまあ、ただまあちょっとね、えー、そういったものは、えー、外れたんでまあ 僕はちょっと当たるかなと思ったんでまあちょっとすみませんでしたっていうことでね。うん、で まあえーまあ、どのような形から考えていこうかなと思うんですが、まず最初にね、これは大事なことなんで、まあ、今回の話っていうのは、信じるか信じないかはあなた次第っていうことです。はっきりとしたことが分かりませんので、えー、予言っていう、これからの未来のこともあるんですが、す、え、で、ー、に過去にこういったことを言ったっていうね、で過去のことっていうのは、まああのーまあ、当たる、当たらないっていうのはね、すべてが当たるっていうことはないんですが、この人はあの結構高い確率で当たる、えー、っていうことを、少し前に僕知ったんで、そちらのことをお伝えさせていただこうと思うんですが、 まこれからのことってのは分からないんで、えー、まあ信じるか信じないかは私でということで、えー、まあご判断はお任せいたします。で、まずですね、まあ、ここ最近、まあ、直近っていうか、直近のことに関してですね、まあ、2つの事柄を、まあ、あのー、 予言していたんですが一、まあ、つが外れて一、まあ、つがまあ当たるっていうか、一、まあ、つが、えー、その予言が当たったと。まあ、何かというと、先ほどの2022年の7月17日の台湾で2つのまああの揺れが発生するっていうまあその,あのと予言がこれが外れたんですよ。でこれは外れた一つで。もう一つのほうなんですが、えー、このジュセリーノっていう人ですね、安倍元総理の事件を事前にあの予測しており、予言しており、えー、なんと起こる場所も分かっていた、日時も分かっていその手紙を出して していたっていたうことなんですよこれ結構あのー、あのすごい話だと思いませんか、まあ、こういったところからもこの安倍元総理の事件というのは仕組まれていた可能性があるんですねだから何かしらまあ僕らには分かりませんけど何かしらまあそういったまあね計画なりシナリオがあってそれがこうまあ明らかになっていたと、うんまあ、そういうふうにまあ思あの解釈いたしますでこのジュセリーノっていう人はこれ何者かっていうとあの余地夢っていうんですか 余地夢の余地は余地ねあらかじめ知るで夢余地夢か余地夢かなんかわからないですけど読み方がまあ夢でね、えー、まあ、えー、予測するっていうそういった形なんですがこのあの余地余地夢に行きましょうか、えー ヨチ夢でさまざまなことを予言するこのジョセリーノ、ジョセリーノ・ルスっていう方なんですよこの人結構的中率が高いんですよね。もちろんあの全てが当たるとかね、そんなことはないと思うんですが、まあ、どういった経緯でかは知りませんけど、世界的な大きな出来事であったり日本で、日本で起こる大きな出来事であったり、そういったことが当たるんですよ。で、そういった話をすると、例えばこのジョセリーノってそこ何者かって思うじゃないですか。そんなことが当たる。さっきの安倍元総理の事件が当たるって あのまあ、考えられないことじゃないですか、僕たちからすればね。うん、事件が起こってからいろいろ調べるってことは可能ですが、あらかじめそんな、ね、日時が分かっているというのは謎でしかないんですよ。でこの人何者かというと、普段はこはブラジルであの英会話の教師をしているらしいんですよ。だからまあ言うなれば一般人と、えー、いうことなんですよね。一般人じゃないのかもしれませんけど、まあ、ブラジルで英会話教師をしている、まあ、人間であると。その人間が、ですね、えー、この幼稚夢でさ、えー、まざ、あ、まなことを予言するんですが、あ、えー、ってると。 でこれはあの一部の人たちの間では、この人結構有名な予言者っていうことなんですよ。僕はあのちょっと前にこの人知ったんで、そんなに詳しくないしね、そ別に皆様に嘘をついて知ってるとか、そんなことは言わないんですけど、まあ、あのコ,コンテンツを、ねえーまあ、お伝えさせていただこうと思って調べましたので、まあ、ど,どういったことなのかなと。でこう調べていくと、ですねこの人って結構あの、まああの、なんていうのかな、うん、あのいろんなことを、まあ、当ててるんですよ。でえー、この,受精霊の ルス、まあ、を省略してジュセリーノにしましょう、ジュセリーノが過去に、まあ、日本で何を予言して当てたのかということを、えー、これを、えー、考えてというか、お伝えしていきます。あのこういった話もですね、えーまあ、例えばデたらめじゃないかという人がいるんですけど、まあ、それは解釈によって異なるんですけど、僕はデたらめではないとあの思う、まあ、そういった内容を、ねえー、お伝えしていきます。 例えば1988年にまあ昭和天皇がまあ崩御したことなんですがこのことを1979年に予言していました約、えー、9年ぐらいか前に予言していたということです、まあ、これは、ね、解釈によって異なるんですが <laughs> ある程度の年齢にいったんで、ね、このお亡くなりになるとかそういったことが分かっていたんじゃないかとも取れるんですじゃあ例えばこういうことを考えます 1995年の、えー、阪神の、えー、阪神・淡路大震災、これをですね、1979年に予言していたんですね。これっていうのは、まあ、どうでしょう、えー、15年ぐらい前に、えー、これをまあ予言していると。で、えー、まあ、ぴったりでないまでも当たっていると、まあ、何かある可能性があります。この方っていうのは、あのいろいろ調べるとですね、この揺れることに関して、えー、まあ当たる確率が高いんですよ。かと思いきやですね、えー、全然 <laughs> 揺れない、全く異なったね、えー、日本で起こ 起こったあの巨大な事件ですが地下鉄サリン事件ってありますね、うん、サリンがまかれていないっていうねあの非常に謎な事件なんですが VX ガスがまかれているっていう謎な事件がありますが地下鉄サリン事件というのは1995年の3月、えー、20日に起こってますがこれを1989年に予言していたと、うん、6年前にこれ予言していたんですね、うん、全く、えー、それが当たってるっていうところが結構あの、まあ、恐ろしいことである、えー、と思いますけれども であと、えーまあ、これっていうのはこう解釈できるかなと思うんですが、まあ、2010年に、まあえー、日本で原発事故が起きるっていうことなんですが、まあ、これが、えーまあ、東日本大震災のことなのかなって、これはあの難しいんですよなんで、なんでかっていうと、日本っていうのはね、えー、揺れることが多い国ですから、えー、その揺れたことからあの理由で、その原発の事故につながるとも取れますし、何か知っていたとかね、そういったともことも取れる。あと、まあ、年の まあ、6月26日、熊本大地震ですね、これも、えー、まあ、分かっていたんじゃないかと、えーまあ、言われている、さまざまなことがこれあの分かるような、えーまあ、非常に、まあ、不可解なんですよ。で、えーまあ、少し最近の話で、えー、言うとですね、あのー、2018年のあ9月かな、あの北海道 イブリ東部地震っていう大きい地震震いいう大きがあるんんでですすよこれを当てたんですよなんでこんなものがあのボンボン当たるのかっていうのが非常にね、えー、あの不可解でしか不可解でしかないんですよ何か知ってるんじゃないかなと思うんですよねあの予チームとかって言ってる予チームでは僕はないと思うんで何かを知ってる可能性があるんですよそれはわからないんですね うん、でこれは、えー、と過去のこと、今まで起こったことを、えー、この人はジョセリーノは・ル、え、ス、ーね、は、えー、当てていたと、ね例えば1個当てて、他全部外してるっていうんだったら、まあねたまたまとかね、偶然とかでたらめとかっていうかことかもしれないですが、えー、いくつも当ててるわけですよ。で、この安倍元総理の件に関しては、日時場所まで分かっていたって、不可解すぎるなと、まあ、僕は思うんですよ。で まあこういったまあ人であるとで、このジョセリーノがですねこれからの日本について予言したんですよね、でこれっていうのも非常にあの、まあ、あ可能性が考えられる、えー、話なんで、そちらをですねちょっとリスナー様にお伝えさせていただきます、このような、えーまあ、ことを言ったんですよ、あの高知県の海峡付近で9.0の強い地震が、えー、起きるか,かもしれないあ、あとですね、および、まあ、根室、千葉、えー、横浜。 北海道千葉、えー、神奈川かなそういったところでも起きるかもしれないとこれらの地震は2022年11月16日までに日本の一部に、えー 影響を与える津波を、えー、引き起こすかもしれないと、まあ、こういうことを言いました。でこれっていうのももちろん、えーまあ、予言と言いますが、まあ、この予言を真剣に考えるんですね。でこれ高知県のこの海峡付近で、えー、強い揺れをっていうのはこれがもしかしたら南海トラフの可能性があるんですよ。で南海トラフっていうのはもういつ、えー、起きてもおかしくないわけですよ。えー、南海トラフ、あとですね関東のまあ大きい地震。でこの根室、北海道っていうのがちょっとよくわからないんですけどあ <laughs> 南海トラフあるいはですねねこのね千葉、横浜ってことは関東じゃないですか関東エリアで、このまた、えー、恐ろしいなと思不気味だなと思うのが2022年の11月16日までこれ、日時指定してるんですよね、うん、で津波が起こるとかね、えー、言ってるんですよだからこれっていうのもままあああの、まあ、こんなことは分からないじゃないかととかねでたらめなんじゃないかっていうのは簡単なんですが、えー、何かしら、えーね、この過去に数々のものが当たっているわけですよ。ね当たらないい可能性っていうのもあるんで でですすけど当たるる可能性っていうのがあるんですよな何かしらをねええー、予夢っていうのもわけわからないですけど僕にとっては不可解でしかないんですけどうーん夢で見えたとかそんな話ではないと思うんですけどねうん <laughs> で、えーまあ、まあ日本を含む話なんですが日本あるいは韓国あるいは中国にですね、えー、まあ 大雨が降って農業に影響を与える可能性もあるっていうこともこんなことも予言してるんですねこれそれでその日本韓国中国の大雨からまあ犠牲者が出るっていうことなんですが世界中でですねまあそのまあ農家に様々なことが起こっているということで農家の方被害になっているということでこの予言もこれ当たる可能性があるということなんで、ね、これ非常に不気味ですよねであの皆さんはどう思っていらっしゃるかわからないんですけどこういうあのねいろんなことを予言する人っていうのはあのおりますけど僕は知ら 比べた中でこの人が一番あの当たる可能性が高いんじゃないかと思うんですよ。あの当たっている可能性っていうんですか。うん、で、まあ、確かにね、その外れてることもあるんで、当たるし、外れるしと言われるんですけど、数々のものが当たってるんですよね。この世界の出来事だったり、まあ、あまあの日本の出来事だったり。で、えー、もちろんですね、えー、こんなものは当たらないことを、まあ、祈るんですよ。ただ 十分に可能性として考えられる可能性ですしね、だか何かあったらよくないじゃないですか、僕とかリスナー様も。だからまあ準備しといた方が、えー、いいと思いますし、当たらないことをあの祈るんでね、僕はあのこういったコンテンツをお伝えさせていただいてますが、あの神社にお祈りしに行きましてね、こういうのが、えー、訪れないことをあの願っていますね、常にこう願っています。ただね、うん、まあ、あんまりこれは言えないですけど、まあ、何かしら、えー、分かっているとかあるとか、そういったことが全然ありますから、そういったものを知っているとか、よ、う、ち、ん、夢では僕は。 僕はないと思ってるんですよね皆さんはどういうふうに思われるか分からないしであのこういったね、えーまあ、僕は不得意としてるんですがこういったまあ予言の話とかっていうのは人々のこれ関心事の一つなんですよ大きなこれ関心事の一つなんですよで僕にはそのね、えー、そんなに知識があるわけでもないしそんな詳しいわけでもないからお伝えできなかったりもするんですがこれはどうかなと結構思うことで,で、まああのまあ、リスナー様のまあ何かしらの参考になっていただけそうなものかなと思ったんで、まあ、もちろん当たるか当たらないかっていうのは わからないですし、えーね、未来のことってのはわからないんですけれども、過去のこのことを分析すると、こういったこともありえるんじゃないかなということで、何かのご参考にしていただけるものがあればと思います。ということで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。